はい、こんばんは。ここが我が家第28回、本日も午後10時からスタジオ我が家より生放送でお送りします。私は炎のギタリスト原大輔です。そして、やっぱり炎の地球大掃除委員会代表のおっちゃんです。はい、おっちゃん、こんばんは。こんばんは。今日はですね、今週どうでした？いつも同じですけど、なんか何やってたか忘れますね。もう僕はバタバタですよ。明日から東京なんですよ。ああそうか、はい、進撃の巨人っていうのは、はい、今週でしたっけ？違いますよね。23なので、ね、ああじゃあもう先週。先週ですか？あれおかしいな。今週今何日ですか？今日は今日3日4日5日今日は3日です。3日。じゃあ先週ということはその後に我が家やってるはずですけど。やってますね。あ、だから帽子かぶってたんだ、あの時。そうだ、宇宙人の帽子。あれですね、あのゲストの方が、女の方が来て乗り込んできたっていう回ですね。あー、はい、なるほど。恐怖の、はい、時間だったですね。恐怖なのかな、わかんないですけど、はいはい。でまあ、恐怖というかすごい深刻でしたね。まあ、はい、ここまで来るかなっていう予想もしてなかったところまで。そうですね、話の内容がね、はい、予想してなかったです。それで、まあ、今日はちょっともうずっとあれ聞こえてないかな、なんかふわふわ。あ、おお、なんか音が消えましたね。消えましたね。ずっとこう負のスパイラルの。あ、また入ってない。なんか接触が悪いな。接触ですね。どこだろう。これも負のスパイラルみたいな感じですね。はい、こんばんは。それでそうだ。だからずっとあれなんで。また入ってないですね。これはマイクかな。マイクじゃなくてなんとなくなんかジャックみたいな感じですけど、大ちゃんが言ってくれたら僕それ通訳しながらもうこっちのマイクで全部言いますけどね。今日はちょっとブレイクということらしいです。はい、なんかいや、こっからは入ってない。ここまでは行ってますよ。ミキサーまではすごい綺麗に行ってます。ミキサーまでは行って、じゃあパソコン自体か。でもおっちゃんの声だけ入るとおかしい。僕の声だけ入るとおかしいですね。なんだろう、誰かがいたずらしてる。おお、おかしい。なるほど。あ、大ちゃんのミスだということで。ミキサーまでは行ってますという話で、これが、はい、ほら、はあ、行った行った。はい、そうなんです。だから皆さんに、チャットで質問をいただきながら、今日は負のスパイラルちょっとブレイク編でお送りしたいと思います。はい、ちょっとね、今までの話で果たして良い恋愛、うん、良い結婚、良い家族が、うん、家庭が築けていけるんでしょうか。でしょうか。何かこう他に心
ここが納得いかないとか、うんうんうん、ここをもうちょっと聞きたいとか、あ、はいはい、うん、そういうことがあったら、チャットをください、うん、みんなからのメッセージというか、はい、ですね、それを中心に、はい、それで、今日はギターも持ってるし、ギターも持ってる、おっちゃんの後ろにもなんかギターがあるし、おっちゃんの後ろにもギターがある、はい、そういう時間もたくさん設けながらやっていきたいと思うんですけど、チャット見れないのかな、これ誰も来てない、ね、チャット誰かなんか入れてくれたら、はい、文字が今、じゃあそうしたら早速なんかおっちゃんに曲やりますか。おっといきなりやりますか。はい、1曲やってる間に、チャットで何か男と女負のスパイラルに関する疑問など大募集です、うん、ということです、はい、では一回ジングル入れ、ジングル入れます、はい、聞こえているでしょうか。さあ、まあギターの音は入ってますね。いけてますね。入ってますね。ちょっとじゃあこれはこれかな。こんばんは。こんばんはですかね。ありがとうございます。こんばんは。あ、ちょっとメイン上げますか。メイン上げちょっと話すので上げときましょう。はい、お願いします。じゃあ行きましょうか。はい、ではおちゃん。まずは何から。ツインギター。ツインギターです。一応ツインギターですね、はい、何っていう曲をやるんですか。何いきましょうかね。じゃあそんなもんだよじゃなくて何だったっけ、とぼとぼ行こうか。そんなことじゃないんだよ。あ、とぼとぼって来てます、リクエスト。じゃあとぼとぼやるしかないです、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はここが我が家音楽編。音楽編です。はい、じゃあで質問も皆さんその間お願いします。聞きながら考え、はい、打ち込んでてもらってね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、あよっしゃ。君は君の行きたいとこへ、僕は僕の行きたいとこへ。でももしもできるなら、君と同じところがいいな。とぼとぼ歩いて、とぼとぼ来ました。君は君のやりたいこと、僕は僕のやりたいこと。でももしもできるなら、君と同じことが
いいな。ほら誰かが笑ってるよ、とても幸せそうな顔をして、でももしもできるなら君も幸せならいいな。歩いてとぼとぼ来ました。世界の片隅で膝を抱え涙する人がいる。世界の片隅で自由を奪われ生きてる人がいる。でももしもできるなら誰も彼もが幸せならいいな。でももしもできるなら君と同じところがいいな。でももしもできるなら君と同じところがいいな。ちょっと声がかなり大きくなりました、ね、ありがとうございます。離れて歌ったんですけど、はい、誰も彼もね、はい、誰も彼もね、はい、ジャムってる大ちゃんってねこういう時ってあんまりちょっと大ちゃんあの突然だから発揮しにくいですけどいやなんかあのギターソロのコーナー出てくるかなと思ったけど、そう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 、どこで入れようかと思ったんだけど今ちょっとね入れられなかった何回かこうギターソロ行くみたいなの言ったけど、はい、ダメでしたね、すみません。いやいやいや、あの次はあのたっぷりやんややんや、いやありがとうございます、はいね、じゃあ、はい、どうしますか、一回 CM 行ってから CM 負のスパイラルやりますか感じで、はい、ちょっとあの僕らギタース、ギター行くのが逆に邪魔になってるかもしれないですね。あの入ってないけど本当ですね。じゃあどうしましょうか。そうですね、まあ僕は前も話した、岩井さん話したのかな、わかんないですけど、あれこうおっちゃんの話を聞いてて、うん、あ僕、まあ、岩井さん、まあ、岩井さんって言ったらかわいそうなんですけどまあ 僕っていう僕もそうだし岩井さんもそうなんですけど、おっちゃんの話聞いてたらこれ一生結婚しちゃいけないんじゃないかなとか、まだ付き合う、まだ個人が完成してないぞ、いつまでたっても完成しないぞ、これは、まあ確かにね、困っちゃったなっていう感じ、うん
どうですか。確かにね、はい、ただ現実問題として考えた時に、まあ確かにそうなんだけれども、うん、そういうわけにもいかないっていうのがあるのでね。はい、そうですね、うん、その辺どんな現実と照らし合わせるとどんな風に考えてどうしたらいいんですか。まあ、いくつかのパターンあると思うんですよね。とりあえず、完成はしてないけれども、うん、やっぱりこうある程度の年齢になってきたらそれなりに、まあ、結婚ということを考えていかないといけないんですけどね、はい、でその時に、まあ、いいパターンというか理想の、パターンというのはやっぱりこういった、話内容っていうのをその、まあ、何かのきっかけで学んでね、そしてそれをまあ生活の中で意識したり、まあ、実践していくことで足らないところをちょっと補いつついくっていう、お互いにっていう、お互いにね。でちょうどそれでね、今ねチャット入ってるのと関連すると思うんですけどね、はい、まあ、夫婦の場合で例えばその妻が成長して夫が成長しないままだとどうなりますかっていうのはね、うんうんうん、まあ、あるいはその妻は例えばこういういろんなことを分かっててとかね、はい、ところが夫が全く分かってて分かってないとか、うーん、まあ、そういうふうな場合もねやっぱあるわけですよね、はい、ただやはりその成長っていうのは妻が霊的に働きかけるっていうのはとか、これちょっとじゃあその後にね、成長っていうのはやっぱり個人個人なので、まあ、夫婦だからといって、同じように成長するかあったら当然そうじゃないしね、はい、その片方がすごいいい感じで成長していくことも、まあ、あるわけですけれども、ただとにかくその夫婦っていうのはね、そのどう相手を見るかって言ったら、それこそ、まあ、よく救世主とかいろいろ言われ言葉あるじゃないですか、はい、ある意味で言ったらね、その自分の相手がねその救世主なんだっていう意識を持つっていうことは非常に重要なんですよね。ああそうですか、うん、その人がいなければ自分は成長しない、これは事実なんですよ。ダメなやつでも、ダメなやつでもある意味ね、ダメなやつほどありがたいかも分かんないですよね。でも現実考えるともう何年もダメなやつと付き合って我慢してて結局ダメになっちゃったって非常に多いと思うんですよ。ダメになっちゃったの確率はね減ると思うんですね。そのどういうことかって言ったら2人いて、はい、で片方はすごく成長していく、うん、だけど相手がダメだで、はい、ここでその成長していく方がめげるってことがまずないはずなんですよ。じゃあそれは成長していると自分が思ってるだけみたいな感じですか。どちら側ですかね、成長してるって言ってる側の方ですかね。そうです、成長してるって言って例えばですけども、うん、私の夫全然そのおっちゃんの話とかはもう全然遠いとこにいるんで、うん、でね、私が一生懸命教えてあげてるんですけど、うん、結局成長しなくて、うん、結局ダメになっちゃったのよっていうこととか、うん、そういう時、結局ダメだっていうのはまずね、うん、ありえないはずなんですよね、これはまず、うん、で必ず時満ちるっていうのは絶対にある。でもダメになっちゃったわけですね、結局自分の忍耐が足らなかったのか分かんないですけど、そこですね、今言いたかったのはそこなんですけどね、うん、結局相手がねだらしなくていつまで経っても相手が変わってくれなくて、はい、でね、まあ、実際には難しいんだけれど、その何が難しいかって言ったら今から言う心構えっていうのが難しいんですけど、はい、頑張らないといけないんですよ。でそれはさっき言った、まあ、相手がヘンテコリンであればあるほどね、自分の愛っていうのはそのますます深まるんですよね。自分の魂っていうのはますます成長するんですよ。この、魂の成長にはね、その限界っていうのはないので、もうどん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 その、まあ、簡単に言ったら神次元に行っちゃうぐらいのね、もうどっからでも誰でも矢でも鉄砲でもなんだ向かってこいみたいな、そんなぐらいのもう鉄人28号って言ったってみんな知らないと思うんですけど、はい、まあそんなぐらい、あるいは最近だったら何かな、ガッチャマンって言っても知らないな、うん、知らないですね、なんだろう
あのスーパースターじゃない、全然違うけどねスーパーマンみたいにあのなれるわけですよね。でそうなってきたらね、もうあの相手がどんなね、あのへんてこりんでもね、もうあの自分さえっていうか自分折れることなくなってくるので、その自分がもう放棄しない限り、まあ当然放棄することはもうない次元に行くでしょうけれどもね。であのやっぱり人間っていうのは結局そのうまくいかないこの原因っていろいろあるでしょ。その中にもちろんその霊的な問題っていうのは最初からうまくいかないようになってるんだけども、はい、それじゃなくて最終的にその放棄してしまうとか、うん、あの離婚する原因っていうのはそのまあ経済的な問題もあるとしても結局あのエゴイズムなんです。エゴイズムかな、言葉で言ったらね、はい、あの自分主体なんですよ、うん、もう自分を主張ばかりするから当然あのぶつかっちゃうし、あのうまくいくわけがないんですよね。あところがもう相手がね、もう愛の鋼鉄の塊みたいな感じだったら、あの逆に相手がエゴイストであってね、うん、でどん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 そういった、いろんなものを出してきても全部あの受けて立っちゃうからなかなか崩れない。ただここでもう一つちょっとやっぱり問題もねあると思うんですよ。なんていうんですかね、やっぱり子供がいた場合とかね、まあそれはそうですけどね、うん、子供に被害が及んじゃったりとかしそうな場合とかいろいろあると思うんですけど、まあただその時もね、あのただ離婚っていうふうにねみんな簡単に走っちゃうんですよね、うんうんうん、簡単だから、はい、うん、まあ、顔も見たくないみたいな、うん、まあ顔も見たくもないっていうね、はい、それはまあ原因の理由になってると思うんですけど、はい、今言ってるようなパターンだとね、あの顔が見たくないになることまずないはずなんですよね。あでまず一人は苦労してますよ。一人は苦労してる、うん、一方は苦労してる、一人は好き勝手に好き勝手やってる、うん、だからあの好き勝手な人にとっては好き勝手させてくれるわけだから、はい、嫌いになる理由もないし、あるいはもう愛が冷めちゃったとしても別に、うん、あのこいつといたら楽だしみたいな感じでね、うん、離婚まで考えなかったりとか、はい、ああ耳が痛いエゴとか言ってなんかね、うん、まあ、だいぶ飛んでますけど、結局あれですよね、エゴ、自分のエゴってことは自分に僕に置き換えてもそうなんですけど、まあ相手と一緒にいてああだこうだやって心に余裕がないんですよね。だからそうですね、結局どこに帰るかっていうと、うん、自分がまだできてないから、うん、うまくいってないってことじゃないですか、うん、そうですね。ああじゃあやっぱりまだ付き合わない方がいいなとかってうん、まあ、なるじゃないですか。なるかもしれないけどね、うん、さっき、まあ、今のこの話 の始まりっていうのはそういうふうに言ってたら、まあ、言ったらいつまでたっても本当の意味で結婚できる人って多分いないと思うんですよ。そうですね、うん、だけど、そうじゃなくてそうこのまだ足らなくてもとりあえず知ることだけ分かっていればっていうかね、うん、片方でも、はい、で一番やっぱり理想は両方分かってるということが、うんうん、重要ですしね。でもその片方が分かってて片方が分かってないっていうと、うん、もう言語が違うわけじゃないですか。まあね、非常に難しい、うん、で、はい、お互いにすれ違ったまんまのこと、うん、ね、普通のね、そのなんていうんですかね、愛の原理から言ったらね、はい、その片方分かってる、はい、でもそのもう尽くして尽くして尽くしまくる、エゴイストの人は尽くされて尽くされて尽くされまくる、はい、ね、いつどっちが根を上げるかって言ったら尽くされてる方が先に根を上げちゃうんですよね。あ、うん、ただそこまで行くのが人によってはね、うん、もうもう10年も20年もかかる人がいるかもわかんない、はい、だけどさっきここ出てきた妻が霊的に働きかけるっていうのはどうでしょうかっていうのはね、やっぱりこの地上の面白いところっていうのはね、霊界ともつながっているっていうところですよね、はい、で霊界では自分の成長も願っているわけですよ、はい、そしてそのぶつかるっていう要因の背後にはね、ぶつからせる、そしてそのことによってその生産するっていう、背後がまずあってもね、はい、そのこの相手がもう尽くして尽くして尽くし抜いてくるときにね、うん、結局ねもう愛はね永遠であり不滅でありというかね、もう最強なんですよ。あ最後は折れちゃうっていうかね、う
そしてもうヘナヘナになっちゃう、はい、どんな鋼鉄も溶かしてしまう、うんうん、そして、最後は愛の勝利っていう形に本当になるんですよ。でなければね、希望もけったくれも何にもない世の中なんでね、もうみんな明日から好き勝手しようよって感じになるぐらいな感じなんですけど、まあ、本当にそういうことでね、はい、大丈夫大丈夫、ただ両方も分かってない場合、はい、って言ったらこれはね、時間がかかるかも分かんないですね。そうですね、両方分かってないですからね、うん、ただその出会うこういろんなね、うん、次のこの意識レベルっていうか出会うっていうのは必ず時間が経過していけばどんな人でも必ず出会うようになるので、うん、まあ、できるだけ早く出会ってもらいたいなと思うし、早くこうそういうふうなところに意識を持っていってもらいたいなと思うんですよ。で、付き合う人って、うん、まあ人によるんですけど複数いるじゃないですか、うん、いろんな人と付き合うんですけど、あれなんですか、結局誰と付き合って誰と結婚してもあまり結果は変わらないってことですか？そんなことないですか？結果ですか？結果っていうことのあれが、まあ要するに何も知らないパターンで、うん、そういう高い意識っていうかね、はい、愛とはなんとか、分からないレベルで出会ってたら、どういう出会いしても誰と出会っても結果は同じ。これはもう分かってるレベルで出会っても、うん、その霊的なものとかで苦労をすることっていうのは変わらないというか、それはそうですよ。1番目の人、うん、2番目の人、3番目の人、うん、あの時結婚しとけばよかったな、それはいやっていう、うん、じゃああの時結婚しとったらどうなったかというと、うんうん、だそのね、まあどのパターンでも一緒ですけれどもね、一緒ですけど、とにかくその発想よくしますけどね、うん、もしとかね、はい、人生にもしなんてありえないっていうか、それはね、今生きてるこの、リアルタイムでありこの瞬間であり、うん、この現実であり、これのみが本当の話でっていうかね、もうあの時結婚しなかったっていうのはその時結婚しなかったっていう自分がいたからってことですね。そのもし結婚してたらじゃなくてっていうことですね。まあもちろんそれもあるし、ただ必ずその、人生いろんな岐路がある中でね、はい、必ず選択肢っていうのが出てくるので、うん、その時にもちろん自分が正しい選択をしてたかどうかっていう判断は過去振り返った時にね、はい、その今がレベルが上がっていれば正しい判断というのはきっとできると思うんですよ。 あれは絶対にもう間違いだったなって、うん、まあ、僕もよく時々、うん、よくじゃないな時々ありますけどね、うん、ありますか。 あれはもう絶対に間違い、うん、ああしたことによってちょっとこう遠道しちゃったなとかね、うん、はい、うん、ちょっとじゃあ CM 行って2曲目行きましょう、はい、おお、やばいね、テンポいい感じで、ね、はい、はい、でチャットの続きそれから行きましょう。はい、はい、次は何を聞かせてくれるんですか？次は、まあ、タイトルはまだ、ね、正確じゃまだないんですけど、そんなことじゃないんだよ、そんなことじゃないんだよ、はい、というそんなことじゃないんだっていう気持ちを、はい、はい、いきます。はい、ちょっとやってみましょう。
そうなことじゃあないんだよ。もっともっともっと深いとこに答えはあるのさ。何がおかしいだとか、どこの国が間違ってるとか、そんなことじゃないんだよ。もっともっと違うことさ。 Hey! 炎のギタリスト。どうだとか、イスラエルがどうだとか、そんなことじゃないんだよ。もっともっと違うことさ。そんなことじゃあないんだよ。もっともっともっと深いとこに、もっと違う。イスラエルがどうだとか、そんなことじゃないんだよ。もっともっと違うことさ。もう一回言っちゃおうか。無駄な争いはやめにしないかい。もう十分すぎるほど
し合ってきたんじゃないか。今からみんなで新しい世界作りに行こう。そんなことじゃはい、以上です。はい、いやいいですね、なんか今日は今日はなんか自己こういうのエゴイズムの自己満足だったりしてエゴイズムですか僕たちのエゴイズムそうですかね、いややっぱりたまにはね、やらないことをやるとはい、そうですね、お金で揉めること多いですよね、はい、分かりますって、さっきからお金のこと結構聞いてるんですけど、あ、なるほどね、これね、この辺ちょっと行きましょうかね、はい、心じゃない、その前に、妻が霊的にね、霊的にだから働きかけるっていうのも、うん、当然あるし、それから霊的なものが働いてくれてるっていうのも、まあ、当然ありますしね、はい、その辺はね本当にね、地上だけ見てるとなんか不平等な感じしますけどね、霊界っていうところまで考えたら本当にうまくなってるなっていう、まあ要するに誠意を尽くすとか、はい、誠を尽くすとか、まあその思いやるとか、まあそういうことをやったものっていうのは全て無駄にならずに残っていくし、積もり積もっていくし、必ず、自分やその自分の周りっていうものに返ってくるっていうね、はい、これは本当に原則なんですよ。あ、うん、だからまあ素晴らしいっていう感じかな、はいはい、で宇宙の異性代表ってね、うん、これ何ですかね、宇宙の、ああはいはいはい、そうですね、宇宙すべてを代表するその相手っていうのは、うん、もうその一人、はいはいはい、それぐらいの気持ち、心構えで、まあ、こう愛する、はい、なかなかその意識っていうのは観念的になりがちですけどね、うん、難しいけど、で心構え、メモ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 、うん、メモメモメモしようってことですね、うん、はい、ああ耳が痛い、さっき読みましたね、英語、あ、そうですね、はい、はい、多分統一教会の女性で、なんていうか断りきれず、交わってしまって、すごくこの後悔は多分違うと思うんですけど、後悔している記事をネットで見ました、はい、交わってって書いてあることですね、うん、こういうのはどうなんでしょう、質問者の回答は統一教会のバッシングが、ちょっと待ってくださいね、質問者の回答、質問者の回答が、質問者の回答っていうのは、どういうことかな、まず、その統一教会、うん、女性の、女性の信者、はい、で断りきれずに交わってしまってて、まあ、結婚したってことかな、あ、そうですよね、ですごくそのことに後悔してるっていうのはその、はい、教会の、この女性の人ってことですよね、うん、でこういうのはどうなん、どうっていうのはその2人のその関係とかっていう、ことでしょうかね、まあ教会の教え進めがにどうなんでしょうか、それか、うん、その女性に感と我慢が足りなかったのか、はいはいはい、どうなんでしょうってこと、はい、だから多分この、後悔してるっていう人のことに対して、はい、その教会側からのバッシングが結構ほとんどだったっていう、まあ、そんな感じのことだと思うんですけどね、これはね、その統一教会のバッシングですよ、がこの女性に対してあった、あ、違いますね、え、多分女性が統一教会にバッシングじゃないですか、受けたってことでしょ、あ、後悔してるっていう記事を、まあ多分どっちもあったんでしょうけど、まあバッシングの件はまあいいか、はい、まあそうですね、ちょっとどっちがどっちか分かりにくいから、まあどっちもまあうまくいかなかったってこと、
そして、はい、まあ、これに対してはどうなんでしょうかっていうことですよね、うん、はい、うん、だからこれも、まあ、ある意味ではさっき言ったね、うん、あの2つあるうちのどっちを自分が選択したかっていうことのまず一つで、でこれが良かったか悪かったかっていうのはね、あのこれみんなに言えるんですけど、うん、その結論を出す、今の時点というか生きてる時点ではある意味ね本当は結論出せない、うんうん、これは実際に、この地上でやることを終えて、あるいはやることを終えてというか、まあ、肉体を脱いで霊界に行った時に、ああ結局はやっぱりっていうような感じで、あなぜかって言ったら今我々のこの地上にいる時間っていうのはね、お母さんのお腹の胎教というか胎中の中にいるのと同じなんですよ、はい、で胎中にいた時に、まあ、自分ではあまりいろいろできないかもわかんないですけども、まあ、お母さんがあのどういう食事とか、あるいはお父さんとなんかやってたとかね、うんうん、あるいはこうお腹ボン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 やってたとかいろいろあったりしたら、はい、それが良かったか悪かったかっていうのはね、生まれてきてそしてこの地上生活している中で結果出せるもんでしょ。あそうですね、このお腹にいる時にはあの何があっても、まあ、あこれ悪かったかなとかあるかもしれないけど、逆にそれが災い転じて福となるみたいな場合もあったりするし、あでそれと同じような感じでこの地上にいる時にはね、あのある意味で言ったら、ある意味で言うことの言葉を今のちょうど撤回でね、ある意味じゃなくてね、はい、とりあえずその結果っていうのはそういう感じで地上終わってから初めて出せるんですよ。あ、うん、で、もう霊界に行っちゃったらもう、はい、結果が出る。これのバッシングの話で、うん、これが良かったか悪かったかっていうのはこの時点では、うん、あの分からない。そして、1年たち2年たちしていく中でもしかしたら本人がね過去振り返って、ああ間違ってたなとかね、あ良かったなとか、あの多少は出るかも分かんないけど、最終的なものは、まあ、それからもっと後ですよね。その、まあ、ここでは統一教会って書いてあるけど、誰かの誰かとか、まあ、親は別かもしれないですけど、勧めでこうやって言うがままに結婚してしまうのってどうなんですか、ありなんですか。いやそれは全然ありでしょう。ありなんですか。で本来は昔っていうのは大体あの親の紹介でとかね、そうですね、大体親、うん、親はなんか分かるんですけど、まあ他人じゃないですか、統一教会とか、はい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 、そういうのって、うん、だからね、ある意味で言ったらね、これはその原理原則とかそういった意味で言ったら、はい、自分が決めるよりはそのいろんな意味で悪い結果っていうのは起こりにくいっていうのはありますね。あ他人が決めた方がってことですか、うん、自分が決めたらもろにもうあの 100% そのまま意味があって出会うからね。ところがそこに自分の意思が、はい、あんまり介在しない場合っていうのはね、はい、ただそれが全部いいかって言ったらそれももちろん言えないです。誰に紹介してもらったかとか、はい、どういう紹介してもらったかにもよるし、自分で決めたら、そのがっつりぶつかられてと出会うっていいことなんじゃないですか。だからある意味で言ったら、だからそれもいいことですよね、はい、結局大体そのまず出会いっていうのは仇同士みたいなぐらいの感じですよね。あ、うん、なるほど。ところが本当に尊敬する親とかね、はい、そういうふうな中で、まあ、もちろんその因縁とかいろんな話も、まあ、本当は加味しないといけないんですけれども、うん、まあ、一旦それちょっと置いといたとしたら、はい、その成長するために必ずその、同じ性格とか同じ性格っていうよりも、うん、同じ凸凹じゃなくて、はい、ぶつかるような凸凹にはなるんだけれども、うん、その敵同士っていうぶつかりっていう場合と、そうじゃなくて成長のため のぶつかるためにっていう場合とっていうことで考えたらね、はい、意外とその因縁めいた世界から言ったら自分のそこに思いっていうのは霊的なものが入ってくるので、そこから外れてしまうと意外といい出会いになる場合が多いですね。はい、まあじゃあそしたらね、はい、ぶつかることによって解消、そんなの渦中では考えられないですよね。まあ確かにね。では愛は、勝利する希望です。あ、でも愛は勝利する希望ですねということですね。その渦中で考えられないけど、はい、うん、それはそうですよね。どうそこで、うん、
どうしたらいいんですかね。どうしたらとかもね、本当にね、みんななんでそういうところに悩むのかなって思うんですけど、まあ時々言ってるんですけどね、はい、全てはね、愛の完成のためにあるっていうこと、全ては、はい、これはもう何度も言ってるんですけどね、はい、例えば何か悪い事故が起こったって言った時も、確かにそれはね、悪い事故なわけですよ、うん、だけど、そこが終わりじゃないわけですよね。あでそこから後で自分がどういう心の姿勢を持ち続けるかっていうことで、本当にいいように善のように変えていってくれるんですよね。ちょうどほらあれ金の歯車の第3回目ありましたね、あの方、はい、あの方普通の場合で言ったらもう絶望を感じたりとか、はい、希望を感じないとか、はい、生きようとか思わないとかあると思うんですよ。伊藤進さんですね。伊藤進さん、20歳の時に、はい、首の骨が頭から落ちて車椅子になっちゃった。本当にね、こう本当にあんまりね、そういうこういうところで、うん、名前を挙げてっていうのはあれかもしれないけど、はい、だけど皆さん本当考えてみたら20歳ですよ、うん、ねえ、これからっていう時ですよ、うん、その立ち直るのに10年かかったって言いますか、ね、だからそこがやっぱりね、この方だけのことじゃないと思うけれどもね、もちろん、はい、周りのいろんな支援とかも、はい、まあ、愛情とかもあったと思うし、はい、だけどやっぱり最後は自分がめげなかった、まあ、もちろんそのめげないようにこう周りが力をくれた、はい、まあ、あるんですけどね、はい、でもそれもやっぱり全部が愛のためっていう感じで、今そういう意味ではこれからもっともっと結実していこうとしているんじゃないですかね。いい例じゃないかなと思うんですよね、はい。伊藤進古典、これが私です。ただいま開催 中、場所は、スタジオ我が家から一駅ここを対象にしなくてもあんまりいいかもしれない梅田大阪梅田、茶屋町の1階でやっております、うん、茶屋町プラスのビルに入っております、うん、ヌー茶屋町っていうキーワードで検索すれば出てくるんですね、はい、そこの1階、はい、伊藤進さん、はい、まあそういうことで、だからね、本当にそこなんですよ。全部愛なんですよ。それをとにかく忘れたらね、ダメですね。そしてね、これももう一つね、念を押して、はい、さっきのあれじゃないですけどね、メモ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 っていう感じでね、これは最後ちゃうけどな、メモメモっていうね、愛っていう言葉をよく言ってる。そして相手に対して思いやりとか愛って言ってるけどね、はい、そして理想世界っていうものができたらね、みんななんかね、いつも楽しくてタリラリラーっていう世界だと思ってるかもしれない、もしかしたら。ほう、これはとんでもない間違いですね、はい、愛を完成させていくっていうこと、あるいは愛を感じていく、あるいはその一方通行じゃなくて愛が回るためにはね、苦労があるんですよ、はい、辛いし時には悲しいし苦痛でもあるんですよ。それが本当の愛の本質なんですよ、まず、はい、ね、ただこの世でね、なんかやってる、この世っていう表現もおかしいですけど、そういう愛とかっていうことの目的とか動機じゃなくって、やってる苦労とか悲しみとか辛さっていうのはね、もうそれで終わりなんですよ。そうじゃなくって、その愛のために、愛の中でやってるね、苦労、ちょうどほらお父さんお母さんが子供を育てるって、これすごい苦労なわけだけどね、時にはやっぱもうお母さんももう何日も寝れないとかあるかもしれないけれども、苦痛ですよ。だけどやるわけですよ。その後に結局最後帰ってくるわけですよ、ガッとね、うんうん、帰ってこないとしてもやるわけですよ、はい、でこれが本当のね、これからもうあと数十年、数十年もならないかもしれない、できる世界の、あり方、形ですよね。あ、だから愛だとね、楽だとかね、楽しいとかね、こういうふうに誤解したらダメ、はい、うん、でとにかく全てが愛、うん、何があっても真心を込めて、思いを込めてやってたら、もし間違ってて
ね、間違ってたとして、これも言ったことあると思うんですけど、間違ってたとしても必ずそのこれ宇宙の原理ですね、あの因果応報っていうかね、で蒔いた種っていうのは動機のことなんですけどね、動機が正しくて、動機がね正しくて、真心であり誠実でありっていう中でやった、あるいは蒔いた種っていうのは必ずその結果として、まあ、善なるものっていうか素晴らしいものになるようになってるんですよ。これは、はい、これ宇宙の原理なんです。おお、なんかスッときましたね、はい、なんかスッときました今。どう、ですね、でぶつかることにこれやりましたかね、希望です、ね、音楽はいいね、綺麗なメロディーですね、そうですよね、音楽いいし、まあいいですけどね綺麗なメロディーありがとうございます、はい、でお金のことでぶつかる、尽くしきれないっていうのは本当にそうなんですよ。これはね、今のやっぱり社会悪ですね、これね。だからそう思っちゃえるけれどもっていうね、だけどもしこういう意識レベルっていうか、こういう話がだんだん分かってる人はね、頑張ってほしいんですよね、はい、頑張ってほしい、はい、そしてもう一つ、じゃあ今日はメモ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 ですけどね、はい、必ず解決の道はあるっていうことですよ。必ず、そして自分一人で考えちゃダメだっていうことですね、はい、夫が話し相手にならない、妻が話し相手にならないってなったら別なところにね、求めていくっていうことですね、うん、で最後はもちろん自分の中でですけれどもね、これはもう神でさえも宇宙を創造していくときに霊的な世界を作って、そことやり取りしながら、そしてそこから力を得て喜びを得て、そしてどん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 大きくエネルギーを発散っていうか、この発動していったようにね、人間っていうのもやっぱりね、一人の中でも自家発電っていうのは多少できるけれども、やっぱりこう自分じゃなくてもう一人の誰かっていう少なくともいて、そこの中でエネルギーっていうのをね、発動できるので、だから相談するとか、もうまともな回答返ってこなくてもいいんですよ、とにかくこう、それはありますね、こう出すっていうね、はい、でその前の段階としては前回やりましたよ、心の中に溜まっているものはまず出す、書く、しゃべる、空に向かってでもいいし、はい、でもっと現実的なのは人間に対して、そして言葉をね、言葉の力っていう、言葉を交わす、回転させる、そうするとね、お金のことでぶつかっててもあなたがしっかりしてたらね、それはそのやっぱりこう愛っていう中でね、必ず道ができるし、で相手もやっぱり折れるしね、ただ自分がそこにはまり込んでしまってたら、まずそこから抜け出すこと考えないといけないと思います。はまり込んでしまってることに気づかないことって多いですよね。ああ、はまってることに気づかないか。はい、なんか周り他人から見てると、うん、お前らどっちもどっちだよって見えるんだけど、はいはい、本人らは私はこんなに愛をあげてんのに、うん、みたいなことって、うん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 、多いと思うなるほど、まあそれはまだまだこうやっぱりその宇宙の原理っていうものに対する理解不足ですよね。ただ本人は気づきにくいですよ、そういうのは、うん、僕自分でもそう思いますもん、はいはいはい、だからそれはやっぱりこうね、まだまだ成長の途上っていうのは当然あるので、その時すぐに即決で解決っていうのはやっぱり難しいんじゃないですかね。そのためにこの我々の住んでる世界というのは時間というものがこう必要になってるわけですよね、うん、ただまあそれがもし周りが気づいたらね、こう言ってあげる、言ってくれる人っていうのがいたらまずありがたいし、ただその時に素直に受け入れれるかどうかっていうのはまたその時の本人次第だし、またやっぱり時間がかかるかも知れないしっていうね。ただとにかくお金のことでね、本当に理想のものを築けないことって結構あるんですよね。だけどそこに責任を押し付けちゃったら何にも始まらないのでね。本当ですね。うん。僕も思います。うん。解決の策は。うん。はい。僕のちょっとマイク話しておこうかな。大ちゃんの声聞こえてるかな。
はい、まあそんな感じでね、とにかくただ本当に今の社会のねシステムの中で夫婦が共働きしないといけないっていう現状であったり、夫婦が共働きで働いてても厳しかったりとかね、だから早く社会システムを変えていかないといけないけれども、だからといってシステム変わるまで待ってても、毎日の日々はねこう来るので、だから自分がしっかりして、そして本当に誰かね、夫であり妻であり、そういう中で誰かね、あの力の充電できるそういう環境っていうのはやっぱり必要になってきますね。そして自分も早く成長してい、くということですよね、はい。お金のことで、なんかよくマイクが全然、ね、上がらないですよね。おかしいですね。お金のことで、節約本とかよく出てるじゃないですか、本屋さんで、はいはい、いっぱいこうしたらいいとか、うん、いろんな生活の細かいことでも、その保険とかいろんなこと、でもあれがすごいあれな、あれだと思うんですよ、洗脳、洗脳というか植え付けてるような気がするんですよね。もっと違う道が、本当何かおかしいですね、うん、マイクかな、はい、マイクケーブルって来てますよ。マイクケーブルか、はい、だってこれびっくりマークが6つもついてる自信作ですからねマイクケーブル、はははははは、は、うん、何でしたっけ、おっちゃんの話をが終わって、お金の、うん、あれは洗脳だとかみたいな。僕はもっと他の、あらダメだ、ブチ、マイクか何かわからないけど、こっちにもマイクありますけど、マイクですかね、わかんないですね、はい、今ただいまマイクケーブルのマイクかマイクケーブルの交換中でございます。はい、じゃあその間にまあその中で節約本の話をしてましたけども、でこんばんは、私たちが本当に見なきゃいけないことってそんなことじゃないんだよ、これこの方あのさっきのそんなことじゃないんだよね、さっきの歌のタイトルですけどね、 そんなことじゃない、私はここから作るよっていう感じで、お金で、揉めること多いですよね、わかりますっていうね、だから愛情問題もあるけどやっぱりお金で揉めること本当に、はい、多いですね。それぐらいに人間の心っていうものが今のお金に縛られてる、そうですね、わ、ね、はい、かりますっていうことでね、同じ宗教でも全然合わないのは自分のせいですか、同じ宗教でも全然合わないってどういうことですかね、どういうことですかね、同じ宗教でも、同じ宗教でも全然合わない、同じ、あ、分かった、例えば夫婦が同じ宗教なんだけども、全然合わない、性格が合わない、自分のせい、まあ、そんなことじゃないかなと思うんですよね、はい、宗教が同じだからっていうのはあんまりなんていうんですかね、それあれにならないんですよ、うん、でその宗教でもいろんな宗教を教えっていうのがある中でね、本当の意味でね、そういうね、今ここの我が家で話しているような内容っていう観点でその深く深く捉えてる教えってまずないって見た方がいいと思うんですね、はい、だから同じ宗教にいても基本的な考え方価値観っていうのはね違うわけですよ。そしてその中でエゴとかそういったもっと掘り下げたものって多分、教えてないのか、あるいは教えてるんだけれどもやっぱりまだ本人が成長しきれてなくって、それをまだ消化しきれてなくてもっと時間がかかる状態なのかっていうのもあるかもしれないですね。で、違います、統一教会への、それさっき話してたやつですね、皆さんか統一教会への皆さんからのバッシング、はい、統一教会に対してバッシングしてるってことですか。そうですね、ああなるほどね、そうかそうか、はい、じゃあまあさっきの回答みたいな感じでよかった感じかな。そうですね、はい、でおっちゃんに紹介してもらうのが間違いなさそう、これは違いますね、明らかにね、おっちゃんも誰か紹介して、はい、はい、行為の出発点の動機は
結果のすべてに反映する肝に銘じるべし、これメモです、メモね、本当にね、はい、あの動機っていうものをね、裁判でもね、動機がどうのこのって言いますけど、ね、これ本当に原理です、うん、あの宇宙の物理的原則とこの原則同じでね、だから人間がどういう種をまいたのかっていうね、それが今ね出てるんですよ、はい、この地球上に。あ、うん、はい、で、話す話す、これは何でしょうかね、話すいろいろ話す、話すことでこうモヤモヤが離れていくみたいなことですね、はい、そういうことですね。でマイクケーブル、そう、うん、マイクケーブルですね、やっぱりケーブルってね、うん、はい、マイケルケーブル違いますね。おー、はい、出ましたね、久しぶりに来ましたね、今日はしびれる一発、花火が来ましたよお金早くなくなっちゃえだけどね、はい、まあ、あのこう分かるけどね、うん、本当は悪の根源っていうのはお金じゃないっていうですねことでしたね、はい、あの人間の社式の心、はい、うん、だからこれはもうどんなものであったとしても結局それ使う側の人間が問題だということですよ、うん、はい、ね、はい、ということで、はい、一応最後までなんとか消化しましたけど、そうですね、そしたらじゃあもう一曲いきましょうか一回 CM、 はい デジタル、いやでもやっぱり私的にはね、うん、ペンギンを飛ばしたいなって思いますね。おっちゃん私嫁に行こうかって、お誰だこの人、ちょっとじゃあちゃんと後であの個人的にフェイスブックかなんかで本当かこの人女性じゃないかもしれない絶対そんなことないじゃないですか。いやなんかあのちょっと冗談してますね本当にね、そんないい人いないでしょ。いい人っていうのはそんなに素敵な言ってくれる面白いな。いいですね、おっちゃんもういい、ね、お嫁さんからできちゃったじゃないですか。あれしましょうか、はい、来週、はい、ここでよくなんかフィーリングカップルなんとか言ってて、ここでお見合いコーナーとか言って、写真撮ればね、写真送ってきてもらって僕は遠慮しておきますけど、なんとなく、はい、じゃあ遠慮はい、じゃあユニタイムズ合同結婚で合同って何みたいな人がいいしむちゃくちゃ言ってますね何ですかね、今度ははい G、 あ、 G ですね、 G ですか、なんてやつやるんですか。ペンギンですね、ペンギンという歌、ペンギン、空飛ぶペンギン、はい、はい、空飛ぶペンギン、はい、これはちょっと難しいからどうだったかな、これこのつながりがねですね、まあでもデジタルした方がちょっと暗いけど、でもペンギンちょっと、まあペンギンを、はい、この先我が家で何週間にわたってやって仕上げていくっていうのの第1回だと思って、ああじゃあ仕上げる1回目、はい、そしてみんながいろいろああした方がいいよこうした方がいいよとか、はい、よし練習をしてきなさいっていう意見がほとんどだと思いますけど、今日やったら、じゃあ今日は、はい、メロディーとか、はい、その辺をちょっと耳にな馴染んでもらうと、はい、いきましょうか、はい、お願いします。空飛ぶペンギンです。空飛ぶペンギン、エプロン持っていくよって本当か、はい、じゃあいきます、はい、お願いします。この空の向こう側にそれめっちゃ高くないですか。1オクターブ低く歌うんじゃないですかこれきっと。かーの大丈夫ですかね。じゃあノーカップでいいの。どうでしたっけ、もう忘れ、多分2カップだったのに。じゃあ2カップだね、そういうこともいろいろあるね、そ
今のはサビみたいな感じで、ね、サビでしたね、はい、じゃあいきます、もう一回、はい、じゃあはい、
今日は、ミュージックステーション我が家。本当ですね。おっちゃん CD 出して。おっちゃん CD 出されへん。おっちゃんなんで CD 出せないですか。出せるものがない。おっちゃん節って。おーってますよ。この人今日はなんか、うん、よいしょの連続。エプロン持ってくよって。エプロンおっちゃんにエプロンくれるんですか。そうか。エプロンもいいですけどね、うん、はい、帽子もいいかもしれない。帽子が欲しい。いやいやいや、帽子をくれと言ってますよ。いやいや、あの、いらない。いらないって言ったらおかしいですけど、はい、ということで、はい、いい時間になりました、はい、今日も11時をちゃんと過ぎてます。はい、まあ、ちゃんと過ぎてますね。、はい、いや、終わりましょうか。はい、最後何かありますか。あのですね、うん、ちょっと忘れてました、はい、あのユニタイムズでも今度ちょっとあのお話ししようと思うんですけども、まもなく久しぶりに、2020年そして2025年って言ったらもうあとね、あの5年あるいは10年もないぐらいの中で、本当にあのいろいろ世の中が大きくこれから変わっていきます、はい、まあ、そこに向けてあのやはりそれに対応できる自分自身にこうなっていかないといけないのでね、そのためにあのそういったことの内容を踏まえた久しぶりにおっちゃんの講演会みたいな、みたいじゃないんですけどね、あのおっちゃんの講演会っていうのを、今週来週ぐらいの日曜日に一応予定してますので、ネットでの参加っていうのもあのまあいつもと同じようにありますので、まああのよかったらまあぜひあの聞いていただきたいなというふうにあの思います。でユニタイムズも新しく間もなく、スタートいたします。あるいはその装いも新たにっていうあのああいう感じですね、はい、はい、以上です。はい、はい、じゃあおっちゃんからは以上ですか。以上です。はい、では、僕は明日からちょっと東京の方面に出張行ってきます。はい、ということは来週はお休み。違いますね、はい、炎の AD、 炎のランナー、炎の AD 岩井さん、はい、岩井さん、あの AD っていうのもちょっといい、まあ、じゃあ岩井さん AD ってなんか下っ端っぽいイメージあるじゃないですか。あ、じゃあ、じゃあ炎のランナーね、やっぱりね。ランナーでいいんですか。いやいや違うな。炎の岩ちゃん、炎の岩ちゃん、まあそのぐらいですね、うん、あ、講演会詳細、詳細って、うん、詳細が今みたいな詳細、あ、それの詳細じゃないですかね。日時とか全部ってことですね、多分。あ、なるほど。時間、次の日曜日なので、12日ですか。次の次ぐらい、12日ぐらいですね。で、何時から何時まで。時間はねまだちょっと未定なんですけどね。視聴方法は、視聴方法に関してはね、これまで経験している人は分かるんですけど、ユーストリームで配信をあの一応 します、はい、でネットでの視聴っていうのは基本的にあの10名までみたいな感じの参加になってしまうんですけれども、はい、その申し込み方法とかに関してはまたその Facebook とか、ユニタイムズとか、あるいは我が家だったら結構カツカツになるかも分かんないけど、あの告知させていただきたいと、はい、まあ、あの思います。はい、最悪来週の我が家で、はい、細かいことを言うっていう約束でいいですかね、うん、はいはい、岩井さんが、岩井さん、岩井さん、円外 AD、 円外 AD とか、あ、この A と D を多分あの引っ掛けてやってるんじゃない、 AD、 AD とかとか、なんかほら、あのその普通 AD さんだけど、それを A と B を、 A と D をちょっと分けて、はい、岩井さん円外とか AD とか、そういう読み方にしたらどうかっていう話、多分、はい、これはまあ、あの検討します。ボツ、ボツですか。岩井さん円外。案外 A で、案外 A で、あ、そういう意味ですか。違いますよね。よくわかんないですね、はい、じゃあもう終わりましょうか、はいはい、案外 A でその後メッセージ、まあこのエンディングが流れてある間メッセージは
あの僕らも読めますんで、あ、はいはいはい、では、はい、今週はこの辺でお別れしましょう、はい、ありがとうございました。お相手は炎のギタリスト原大輔と炎のランナー大いや違います、炎のランナー、地球大掃除委員会の代表おっちゃんでした。お、大ちゃんマイクケーブル、あ、また流れてなかったのかもしれないですね。いや、もう一回、これ違うんですよ。違いますか。明日のまあ、あ、明日のね、はい、明日のライブでおっちゃんちからマイクケーブルを一本持ってこないと。それ個人的に電話で、ね、はい、そんなわけでさよなら、はい、さよなら、面白いな。